皆様こんにちは、ブルーコメツの小田博義でございます。今日はですね、昭和42年に日本レコード大賞をいただきました、当時のお話から、ブルーコメツのコーラスのことに関してお話ししていきたいと思っております。昭和42年と申しますと、日本は高度成長真っただ中でしたね。まあブルーシャトーが売れた時は本当に我々自身も驚きでしたね。子供たちにはね、替え歌までできちゃって、まあ国民的大ヒットと騒がれまして、200万枚も売れたんですよね。驚きです。今日はブルーコメツのコーラスのお話を中心に皆さんに聞いていただきたいと思います。ブルーコメツはトップを歌う、一番高いところを歌うのが井上大ちゃんでしたね。そして真ん中を高橋健ちゃんが歌って、一番下を三原綱紀が歌ってたんですね。三声のハーモニーになるところとユニゾンといって、同じメロディーを3人で歌う、そういう部分に分かれるんですけども、コーラスの中でこのユニゾン、同じメロディーを3人で歌う難しさ、これをちょっとお話してみたいと思います。皆様は多分同じメロディーを歌うんだから一番簡単だろうと思ってらっしゃる方が多いと思います。ところがこれが難しいんですね。それぞれ顔が違うように声も違うでしょ。ですからピタッと合わせるタイミングをいかに大事にするかね、ブレスといって息継ぎですね。息継ぎをするのは、ここは少しでいいけど、ここはたっぷり息を吸っとかないと続かないよねとかね、あと口の開け方とか声の質、そういったものまでこうトップの大ちゃんに合わせるんですね。これがもう本当に難しかったんで、我々はもう楽屋でもちょっと時間があると練習してました。もう練習ばっかり毎日毎日してました。でその練習に私もいつも参加してですね、ああでもないこうでも言えない言いながらですね、で僕はそのハーモニーを譜面に書く役目でしたね。そんなわけで一緒に揃えてユニゾンで歌う部分、ハモる部分、このハモる部分の方が簡単なんですね。どっちかっていうと一番下の三原綱紀が低音です。真ん中が健ちゃん、トップが大ちゃんですね。このこっから始まってここで終わる、それが揃わないともうダメなんです。その揃えるために何回も何回も練習するしかないんですよ。もう我々は時間がちょっとあれば練習してました。他のグループはびっくりしてましたね。ブルーコメツってあんなに練習するんだっつってね。我々はそこが一番大切なことだと思ってましたから、何しろもう時間があれば3人揃って練習してましたね。だからハモるのは割合我々音楽家だから簡単なんです。どういうふうにするかって、ハモニーは。でもユニゾンだけが本当に難しかったですね。練習の賜物で皆様にだん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 理解していただくようになったことは本当にありがたく思っております。今日はですね、私の歌でそのブルーシャトーをね再現してみたいと思うんですよ。一番下のパート、真ん中のパートはすでに僕が歌って入れてあるんです。して生で一番トップを歌うと三声のハーモニーになって聞こえると思いますよ。ですからユニゾンも私一人でもって3人で歌ってるように歌ってます。そういうところを聞いてみていただければありがたいですね。またこういったお話、懐かしい話を続けていきたいと思っております。では聞いてください。私が歌うブルーシャトーです。Oh
ブルーシャツ。